ますが。ちょっと一旦ね、あんまり登山の途中で休憩ってことはないんですが、食べるってことはないんですけれども、ね、バナナとアミノ酸ドリンク、ちょっと飲みたいと思います。出発したいと思います。次の目的地は岩清水。これ道はどっちだろうな。こっちだ。やっぱこの設計を行かないといけないらしい。どうだろうなこれ。アイゼンいるかな。微妙。一応ね今軽アイゼンつけました。そしてこの設計に挑んでいきたいと思います。よいしょ。登れる登山ルートがあったのでこっちにトラバースしてきました。花畑、元気、頂上まで 1.5 キロ、岩清水。見渡す限り、雲海です。いや、もう、両部位は越えたあたりから、全然前に進まない。足が動かない。いや、いや、これはタフなコース。いや、地球は素晴らしいけど全然そんな余裕ない。先が見えない。やっと平らなところに出た。久々だな。もう平ら。しかしまた、徐々に登りが始まる。岩清水の山だか。おっと来た。岩清水。やっと来た。長かった。さあ、残りは山頂へ続く急登を登るだけです。あっちが、羅臼平の方です。この辺とかも結構熊いるんだけど、今日は大丈夫かな？さあ、こっからは、ちょっとストックをしまって、岩登りです。初めて
コーツク川が見えました。この辺が知床五湖ですね。いやー、ここに来て絶景が、うわあ、うわあ、この岩を用心を持っていくだけ。心地いい風が吹き始めた。もう足が動かない。さあ、いよいよ最後の溶岩ドームが見えてきた。いやー、進まない。
下はこんな感じです。いや、見えてきたか。なんか山頂は風が出てきたけど、まあ、いつもは風速20メーターみたいな台風並みの風なので全然穏やかだ今日は。さあ来ました。うん、到着。なんすべて、標高1661メーター。やーべえな。さあ、到着しました。いやー、これはきつかった。しかし、今までのオートバースだけで最高でしょう。この街も見えてます。ちょっと逆光でカメラでは見えないけど、あっちに尾根別、船別、シャリだけもうっすら見えてます。シレート、こっちが知床連山、差し入れのね、なんとか山とか硫黄山見てますね。いやー、いつも山頂来ると強風で、しかもガスがかかってたんで、今日はめちゃめちゃコンディション。あのガスがかかってなければ知床峠の駐車場も見えるはずなんですけど、登りで5時間かかりましたね。予想よりもちょっと時間かかってしまいました。もう一度ね、山頂の景色を。
岩清水分岐に来ました。いや、どんどん下りましょう。ちょっと今日気温が高いんでね、踏み抜き注意ですね、ほんと。ちょっと今ね、獣臭、獣臭い匂いちょっとしました。おおおお、いやー、今ガサガサ音がしたからクマかと思ったら鹿でした。倍水曜どうでしょうより、いやー、ビビった。まあ鹿がいるってことは、天敵のクマはいないということかな。あ、硫黄の匂いもしてきました。あー、来た。今日は、ヒグマはいませんでした。今日は、9時間ちょうどでしたね。いやー、今回は 1,2 を争うほどのハードな参考でした。